香川県道14号八島公園線は、香川県高松市を通る県道である。畳茂流付近に八島山上の八島寺山と、前から南下する本道路は、山独まで歩行者専用道路であり、自動車、自転車は通行できない。麓の車止めを南下すれば、道路西側の八島小学校の正門前に至る。さらに南下すると、道路東側で、 高松市八島出張所、八島コミュニティセンターの入り口道路と交差する。道なりに南進すれば、ことでんの踏切前の三差路に出会う。踏切を越えた東側に八島競技場がある。八島競技場が隣接する、総員川を渡れば、国道11号と交差する桃石交差点で、本道路の終点となる。本道路は、八島寺への表参道で、国土交通省の 四国の道に指定される。お辺路さ産の辺路道である。登山愛好者は、八島登山道と呼称する。国指定の史跡及び天然記念物、八島の指定地内を通り、住宅地を過ぎた登山口からの歩行者専用道路は、瀬戸内海国立公園の指定地内を通る。古来から、歩行者が山上へ行き来できた、唯一の行動であった。しかし、2018年5月、 山上へ通じる自動車道がヤシマスカイウェイとして共用を開始した。共用開始の自動車道は歩行者、自転車なども通行可能である。歩行者用道路の表示板や島村道路原表、ありがとうございます。